お世話になります。はい、ということでですね、昨日、まあ、今日木曜日なんですけど、昨日ねアウェイ鹿島スタジアムにて行われました、ガンバ大阪対鹿島アントラーズ、結果は0対0の引き分けということで、はい、これね、2位と3位の対決だったんですけど、まあ、勝ち点1ずつを分け合うという、はい、結果になりました。で、まあ、試合の方は、まあ、前半はもうほぼほぼアントラーズペースで試合が進んで、まあ中谷選手のスーパーセーブじゃないんですけど、クリア、これがあったりですね、まあ、一森選手のスーパーセーブがあったりですね、まあ、本当に、前半は一森選手と中谷選手が、まあ、目立ちに目立った、45分だったなと思います。はい、まあ、で後半は、まあ、ちょっとねガンバ大阪も巻き返して、まあ、ボールを支配しながら相手ゴールに迫ってはいましたが、まあ、決定的なチャンスを作ることもなくですね、まあ、唯一あったとすれば後半41分ぐらいだったかな、左サイドウェルトン選手がね個人技で突破して、まあ、中に切り込んでいって、で、まあ、あれ多分シュートちゃうかなと思うんですけど、なんかフワーンって上がって、逆サイドのファーラーの選手がヘディングで、シュートを打ってサイドネットという、まあ唯一あれぐらいやったんじゃないかなという、はい、後半でした。はい、まあ、なのでアウェイ鹿島スタジアムでですね、これ勝ち点1を取れたっていうのはね、まあ負けなくてよかったなと、はい、思います。で勝ち点1を良しとしてですね、僕は前から言ってるようにこの神戸戦、鹿島戦、町田戦、この3連戦を2勝1分けでなんとか乗り切ってくれたらなって言ってたんで、はい、まあこれ今1勝1分けということで、まあ次節ね、町田戦ホームなんですけど、ここで勝てば僕の思惑通り2勝1分けの勝ち点7を積み上げるという結果になるので、まあこのアントラーズ戦のアウェイ、勝ち点1はね、次勝てばですね、非常に価値のある勝ち点1になるんじゃないかなと思います。はい、でゴールデンウィーク入ってすぐにですね、ホームパナスタでアントラーズには1対2で敗れてるので、まあ同じ相手に2度は負けれないという、まあ、僕のね、思いもあるんで、まあそれはね、まあ連敗しなくてよかったなっていう思いもありますし、まあ僕が見に行ったそのアントラーズ戦のリベンジをねしてほしかったっていう思いもまあ多少はありますが、まあとりあえずよしとしたいなと思います。はい、で一個ねちょっと誰かは分かりませんけど、まあ4月後半のパナスタでのアントラーズ戦の後ですね、僕はまあガンバのユニフォーム着て、まあ、ご飯を食べに行ったわけですよ。でその時にですね、アントラーズサポーターの方がまあ 5,6 人、集団でいて、そのアントラーズサポーターの方々がですね、席を譲ってくれたんですね。はい、僕らは、5人でいたんですけど、まあね、その時にそのアントラーズファンからね、ちょっとその中の一人からちょっとした挑発を受けて、まあでもね、その後、もう一人の方がですね、今度はホームの、鹿島スタジアムで待ってますんでっていうことをね、言っていただいたんですが、なんとねこれ水曜日なんでね、行けるわけもなくですね、はい、まあその時お声掛けいただいた並びにですね、席を譲っていただいたアントラーズサポーターの方々、ありがとうございました。まあ今回はねちょっと行けませんでしたが、はい、鹿島スタジアム僕1回だけ行ったことあるんですけど、まあねまたね、行きたいなと思います。はい、でですよ、次はですね30日の日曜日18時キックオフで町田ゼルビア FC 戦が行われます。これまたね1位3位対決ということで、はい、これ勝てば首位浮上というね可能性もある大事な一戦です。はい、で町田さんとはですね開幕戦で当たって1対1の引き分けと、まあ、宇佐美選手のねスーパーフリーキックがありましたね。はい、ただあの時は町田さんが1人退場になって、まあ、11人対10人でやっての1対0、あ1対1ということで、はい、まあね、そのアウェイで勝ち点1をもらいました。今回はホームで是が非とも勝ち点3をいただきたいなと思ってます。はい、でこの町田戦、まあ、ちょっとね町田さんはね以前の動画でも言いましたが天皇杯の筑波大学戦でですね、
ちょっとあの主力に、怪我人が続出しまして、今4人ぐらい離脱してるんですかね、はい。なのでまあ戦力的にはちょっと町田さん苦しいところもありながらですね、まあここ2試合は0-0が続いてるんかな。その前はね、横浜 F ・マリノスに3対1では勝ってはいますが、ちょっとね最近得点力っていう部分では不足してるので、まあちょっとねガンバ大阪と似たような成績に、最近はなっております、はい。なので余計にガンバ大阪負けれません、はい。でその町田ゼルビア戦の僕の予想スタメンいきたいと思います。まずゴールキーパー、もうこれはもうすいません、もう変えることはありません、一森純選手です、はい。まあ、前節鹿島戦でもね本当に、セーブ、一番すごいなと思ったのは近距離でヘディングシュートをされた時にキャッチしたと。あれ普通のキーパーやったら弾くところをですねキャッチして攻撃につなげたっていうのはほんまやっぱすごいなと思いましたね、はい。なので一森選手今季のリーグ戦はフル出場期待したいと思ってます、はい。でディフェンスラインですね、右から半田陸選手、福岡翔太選手、中谷慎之介選手、黒川圭介選手ということで、はい。まあ、福岡選手ね前節鹿島戦ではねほんま決定的なピンチ、まあ、中谷選手がカバーしてくれましたが、そのね要因を作ってしまった、まあ、そのね汚名返上といいますか、はい、この試合も無失点に貢献してほしいなと思ってます、はい。で左サイドの黒川選手ね、ちょっと鹿島戦ではね流血もありましたけど、はい、まあ、元気にねその後も出場してくれたんで、はい。まあ、この町田戦もね左サイドは任せたいなと思います、はい。でアンカーにはいいですね、これ一人は鈴木徳馬選手です、はい。で前節はネタラビ選手が起用されました、まあ、鹿島相手にですね中盤を支配したい、そしてまあアンカーの位置から でも攻撃を組み立てていくっていう意図があったんだと思いますが、今回はねやっぱりダワン選手だと思います、はい。で左左右、インサイドハーフといいますかウイングといいますか、左はウェルトン選手ですね、はい。これはもう、まあ、ほぼ間違いないでしょう。で右も山下選手で間違いないと思います、はい。でトップ下、僕ねこれはすいません希望込みです、はい。トップ下でネタラビ選手を使ってほしいなと、思います、はい。やっぱりねネタラビ選手ねキープ力もあるし、試合の展開を読める能力もあるし、もちろんパスは一級品ですし、まあね、ネタラビ選手、まあ、アンカーなんですけどゲームメーカーとしてね、まあトップ下をやらしてもね面白いんじゃないかなと思って、僕はネタラビ選手トップ下、これちょっと奇策に近いんですけど、はい、やってほしいなと思いました、はい。まあ普通に考えれば坂本選手なんでしょうけどね、はい。まあでもネタラビ選手のトップ下、まあ、可能性はほぼないに等しいと思いますが、はい。僕の個人的な見解でした、はい。でワントップはもちろんキャプテン宇佐美隆選手です、はい。まあ、宇佐美選手ね、まあ、今季 7ゴールということで、はい、まだまだね得点を量産して2桁はね必ずいってほしいなと思ってるんで、はい、ちょっと、熱くなってきましたが、そして宇佐美選手もベテランになってますが、まだまだ頑張ってほしいなと思います、はい。まあ、これがですね僕の予想する町田戦のスタメンでした。まあ、ネタラビ選手は僕の希望的観測なんで、はい、ご了承を願いたいなと思います、はい。そしてこの町田ゼルビア FC 戦の僕の予想スコアはダルダン2対0でガンバ大阪の勝利です、おめでとうございます、イエーイ。僕の想定ではこれガンバ大阪が2対0で勝って勝ち点41にします、で町田ゼルビアさんが勝ち点40、そして鹿島アントラーズがですねこれ勝つと思います、で鹿島アントラーズが勝つと鹿島アントラーズも勝ち点41になって、得失点差で鹿島アントラーズが首位、2位がガンバ大阪、3位が町田ゼルビアということで、はい。まあこれが僕の予想とします、はい。まあ予想通りにいかないのがねスポーツなんですけど、はい。まあ僕はねそういう希望的観測も込みでの予想とさせていただきました、はい。でもう一個ですね、来月ですね7月25日にですね、パナスタでリーガエスパニョーラの、レアルソシエダを迎えての、プレシーズンマッチが決まりました、
まあ、これね賛否両論あります。はい、まあおそらくですけど安田グループがレアルソシエダのスポンサーということで、まあ、日本で試合をするっていう多分ねそういう契約があったんだろうとは思いますが、まあ、8月中旬にはねリーガエスパニョーラが開幕する、まあ、直前の時期でですね、まあ、この暑い日本にですねスペインからわざわざ飛行機で、来て1試合して帰っていくと、これはね本当に僕個人的にはですけどレアルソシエダさんかわいそうやなと思います。はい、まあ安田グループのね意向で多分まあ久保建英選手まあ日本に来て試合をするっていうねまあ何かしらの契約大人の事情があるんでしょうけども、ただねまあやっぱり選手ファーストでまあこの時期はねまあスペイン国内もしくはまあちょっと涼しい、どうやポーランド、まあ涼しいんかな、なんかヨーロッパのチームのキャンプといえばポーランドというイメージがあるんですけど、まあそこら辺りでねキャンプを張りながら、現地のチームと トレーニングマッチしたりとかってね、まあやるのが理想だと僕は思うので、はい、まあこの7月25日パナスタでのガンバ大阪対レアルソシエダ、まああんまり僕、まあ、ガンバ大阪にとってもねそんなにメリットがあるようなもんにを感じないので、はい、まあこれは僕個人的な見解としてはまあどうなんかなーって、はい、思ってます。はい、まあ試合の方もおそらく、まあ、前半はそれなりのメンバーでお互い戦うんでしょうけど、後半はまあ出場機会の少ない選手とか若手を試すっていう試合に僕はなると思うので、まあそうですね、まあわざわざ暑い時期にお疲れ様ですって感じです。はい、まあ、ガンバ大阪の選手にとってはですね、まあ、出場機会の少ない選手の、まあ、いいアピールの場になればいいなって、はい、そこだけですかね僕が思うのは。はい、そんな感じでですね明日18時ホームパナスタにおきましてガンバ大阪対マチダゼルビア FC 戦が行われますんで、ガンバファンサポーターの皆さん日本全国からパナスタに力をそしてパワーを与えていきましょう。そんな感じで今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。